こんにちは、中本拓秀です。前回、動画の方からご質問いただきました OE、この OE とか、他とかですね、あるいはこう、な、こういった文字の美しい書き方についてご質問いただきましたので、今回はこの斜めの線で処理する画数の美しい漢字の書き方について解説をしていきましょう。まず、たっていう字ですけれども、このたっていうですね、このたっていう字をどのように書けば美しいかですね。今、この動画の左の先人の人たちが書かれた字を拾い出してみました。例えば、写経、ハミヤハラミーターシーンのですね、例えばた、写経に使われているたなどは、こうして上をですね、変化を持たすためにこう書いて、そして、この真下にですね、伸びやかに、こういうふうに書いたりとかですね。あるいは、素直にこう、ちっちゃめに書いておいて、そして、下を伸びやかに、こういうふうな他を書いてるケースなどがありますね。あるいはですね、日本で書に多大な影響を与えた、草加明覚の他という字なんかは、こう、こちらにありますけど、こう書いて、しっかりこうして、これも、こう、伸びやかに書いて、こういうような他を書いたりとか、あるいはこの他の角度をですね、変化をつけるために、こう書いて、次の他をですね、ちょっとこう角度を変える。ちょっとこういうふうに角度を変えて変化を求めた表現方法があったりとかですね。あるいは、今画面の左に映しています、武聖南の書かれた精進慈悲ですね。この他などが最も美しい字形でしょう。武聖南はですね、こうして、こうしっかり点画を接するように書いて、次これもですね、ここに接してるんですね。そしてこう書いて、そしてここはですね、接しないでちょっと開けて、こういうふうな書き方してますね。ここを開けた狙いは気持ちがわかりますね。ここもしっかりくっつけて、ここもくっつけて、全体がきっとあまりにも引き締まっているから、ここをちょっと開けることによって明るさを表現してますね。これをですね、全部くっつけてみましょうか。こう。ここもくっつけて。こうにしますと、まず、この辺りが、窮屈な感じしますね。そのために計算された空間の間があることにお分かりいただいたと思います。グセイナの他をもう一度書いてみますと、上はこう短めですね。そして、これは少し長く、こうちゃんとくっつけて、そして、この伏せしたところよりもちょっと、この天空真下ぐらいから、開けて、下の家を少し大きめに、上の天空真下に、こんなイメージでしょうか。こうしたときに、ここは少し出てる。この天角もこう下げたら、こちらの方が少し出てる。そして、同じパーツを繰り返すときは、下の方がちょっと大きめに書く。こういったところを配慮して書くのがよろしいんじゃないでしょうか。こういったところを配慮して書いてみましょう。次は、言うって以上、解説してみますと、唐の三筆の最も楷書体の美しいと言われた、九星球霊仙明、王余寿の書いた九星球霊仙明の言うですけれども、こうして、普通の真横にして、ついてくる、すー、伸びやかにして、そして、しっかり接して、キュッと引き締めた言うですね。同じく、四大家の一人、貯水量を書いた言うですね。貯水量は少し明るく、こうして明るく、こういうふうに書いてますね。ですから、このあたりはですね、皆さんの好みに合わせて書いてみてください。これが言うの美しい方ですね。言う、次はですね、言うに口をつけた名前の名ですね。やはり口をどのあたりに置くかっていうところですね。例えば、
応用順ですとこう書いて、こう書いて、手もこういうふうに打って、そして口をですねちょっとバランスを取るためにこう右側をはみ出す、こんな感じですね。ここをこう下げると少し出るんですから、こういう感じを表現しています。ですからこの口はですね、中心より少し右へずらしてますね。この口は少し右へずらしてます。後方単皮なのでも一緒ですね。ご覧のようにこうしてこうして、この点角はここにこうこういう書いてるところが、ここをきれいに閉じてるところですね。そしてその下に口をバランスよく、ここに書いてますね。気をつけるのはこの口のこうしてこうちょっとこう右側のリズム、口のかかとをこういう表現に注意することですね。こういう表現、こういうふうに書かないことですね。こういう書かないことです。ここにもこう右側のリズムを作る。これは右側のリズムがなくなってしまいますね。これがメインの美しい書き方ですね。眼頭小行者も同じような表現ですね。次は同じくですね、この U の入った、例えば外、外という字なんかも U の含む字ですね。やはり同じようにこうして中の点角をどうするかなんですか。伸びやかに書いて、でここでは中にこう入って、そしてこう書いてますね。あるいはあのかの有名な知恵千字文、知恵のこの U の文がですね、今の、応用字のと一緒にこう書いて、ここの一画目が終わったこの辺りからコンヒトリってますね。そしてこういく形してますね。ちょっとこの辺のバランスがないんでもう一度書き直してますね。こう書いて、こう書いて、もっと上の方からこう来て、ちょっとこう来て、こうやって来て、こんなバランスでしょうか。ここをもう少し長く書いて、この比率、下を伸びやかに書いて、こういったところでしょう。ここはちゃんと閉じて、この部分を密閉してますね。ですから U をですね、こう中に書くか、ここに書くかですね。でもバランス的に考えますと、こちらの方がいいですね。もう一度、一画目をこう、スーッと抜いてもいいです。こうして、こう書いて、U を書くときに、ここのちょうど一画目の終わったあたりから、こういう書くようにして覚えておきましょう。以上、今回はですね、この U の美しい書き方について解説しました。こうして一つ一つ調べてみますと、先人の人たちは文字の空間の間の取り方を計算し尽くして表現していることがお分かりいただいたと思います。以上、これで中本博士のワンポイントレッスン終わります。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これで終わります。